3月19日のケリヒメスイーツ、やることはない、以上おしまいっていう日を何回やればいいんだろうな。特に更新ものはもちろんありません。あと1週間で昼寝姫のコラボのやつが終わるね。あと確か 4,5 回クリアしなきゃいけないな。この辺りをやっておこう。間違えた。強戦士がいればそこら辺を使って、いなくても割とどうにもなる。レッツゴー。そんな感じの昼寝姫ステージ。というか明日祝日の月曜日だけど、あるかな。ケリ姫運営なんかね、年末年始やお正月サボるからな。そのためにあれかな、長めに他のイベントを取ってあんのか。あったとしても何か使い回しが追加とかぐらいかな。そんなに大したことはやらないかな。でコラボだったら予約系、予約というか予告が入るけどもないので、コラボ系はありません。てかあの予告さ、コラボ関連だけじゃなくてちゃんと毎回予約じゃない予告をした方がいいと思うんだよな。なんかいいのが来るのかわからない、対して期待ができないって思いながら更新を待つよりかは、お、なんか良さそうなのありそう、じゃあそれを楽しみにしてよっていう気に少しでもさせた方がいいと思うんだが。大冒険の始まりよ。ミスった。どの道二蹴りかな。はい、オーバークリティカルが出ない、まずいぞ。とっとと終わらせたいときに限って、はい、ふう、終わったね。武器経験値は4倍のやつをつけてるので少し多そうに見えるけども、実際は大したことない経験値量です。あと3回、こっちはあと2つ。レッツゴー。今日で終わりにできるかな。もちろん出してる画面の右側ではトーラブとか他のことをやりつつ、むしろ頭の中ではそっちの方がメインだ。どちらかというと本当のメインは今 FGO のイベントだが、ケリ姫やってる場合じゃねえで。もうこれぐらいで終わりにしてもいいかもしれない。ほい、むしろあとこの後オルフェンズをリアタイで見たいから、それに合わせて適当なところで切るかもしれない。早く終わってくれ、ガンダム見たいんだ。いや見るけど、録画もちろんしてるけど、つまりだ、ケリ姫の優先順位はそれほど低いというわけだな。そこまで軽んじられるケリ姫スイーツ、ぜひみんなもやってみてね。あと2回、強戦士がいればそこでパッと終わっちゃうけども、あえて入れないでやってみてもいいかな。最後の1回はいなさそうだな。大冒険の始まりよ。しっかりとエクセレント狙ったところで、ワンターンだとちょっと、お、もしやこれはいかないねと。なので番で青箱稼ぎをしておいてと。
スカッタ体当たりで終わったよ。ショルダータックルかな。あ、止まった。よし、じゃあこれぐらいで終わりにしとこうか。復帰すればもう一回やるけども、あ、復帰しちゃった。いい終わりだけだと思ったんだけどな。あ、しまった。オルフェンズ5時半からか。しまったな。じゃあ普通にやるしかないな。映像止まってるけど、ゆるりと待とう。こういう不具合が起きて事故ってるところも気にせずにレッツゴー、カットをしない、垂れ流しておくぞ。まあ、お供の強戦士で十分いけちゃうからな。うん、まあバンで稼いどっか。多分3蹴りになりそうだな。2蹴り目であんなにたくさんオーバークリティカルは出ないだろう。うん、衝撃がなかったからかな。あとはご自由に、せっかくなのでフレンドを蹴っておく。これでラストアタックになるかな。はい、お疲れ様でした。あ、でもあのドレスはまだ集めきってないかな。回数を終わらせるやつはこれで、はい、20回なので助かりますね。よく100回倒せとかね、アホなことやらせるからな、このゲーム。あとはこのエンシェン海賊服をもう1個ゲットできればプレチケゲットと。よし、じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう。また明日。